元祖肉巻き本舗の肉巻きおにぎり肉巻きおにぎりは豚肉を醤油ベースのタレに漬け込みご飯に巻きオーブンでじっくり焼いたおにぎりの一種レタスで巻いて供される宮崎県発祥のご当地ファーストフードである1997年11月に宮崎市で開業したとりあえず本舗が発祥原型は同社代表の山口真一が1992年に 宮崎市西立花通りにて経営していた居酒屋雑食堂でまかない料理として出されたもの。これを常連客へ提供したところたちまち人気を集めたため宮崎に店舗を開店。東京、名古屋、大阪、福岡に相次いで出店し B 級グルメとしてテレビ番組で取り上げられたこともあり全国的に知名度を高めた。当初、 元祖に巻木本舗のものは三角形のおにぎりを使用していたが食べやすくするために俵型に変更しこれが定着した2013年1月11日元祖に巻木本舗が破産申請の準備に入ったと東京商工リサーチ宮崎支店が発表したアレンジ版としてチーズ肉巻きおにぎりトマト肉巻きおにぎりキムチ肉巻きおにぎりなどを売る例もある 宮崎県外の地域で類似のものがご当地グルメとして定着している例も見られる。宮崎の肉巻きおにぎり会社が破産申請へ B 級グルメで人気 MSN3K2013.111 美味しさの秘密元祖肉巻き本舗2011年8月16日閲覧肉巻き本舗肉巻きおにぎり元祖の食品会社破産へ 毎日新聞、2013年1月11日閲覧。ホットニュースこだわりの肉巻き登場。文語高田市観光協会、2011年8月16日閲覧。B 級グルメ、クワナグランプリ V、肉、巻きおにぎりマップ、作成クワナ、見え。毎日新聞、2011年8月16日閲覧。ありがとうございます。